こんにちは、ロジャー堀です。来週の日経平均がどうなるのかをまだ考えていきたいと思います。実はですね、今週ですね、東京市場は結構好調に推移してきてですね、なかなかいい相場付きになったなっていう感じになってたんですけれども、実はですね、今週末からですね、G20 がですね、インドで行われます。でその G20 の前にですね、実はアメリカと中国の間でですね、半導体をめぐってですね、激しいやり取りが急にですね始まりました。この辺がですね、相場にどんな風な影響をするのかですね、来週の相場にどういった影響を与えそうかですね、そういったことをちょっと考えていきたいと思います。チャットの方ですね、ご覧ください。日経平均はですね、実は、先週ですね、ちょっとご紹介したNT 倍率のですね、低下なんかもありましてですね、その後、日経平均はこうわーっとこう買い戻されてきましたね。で、実はここまで、買い戻されてきました。この値段というのは33,282円ですね、っていったところまで来たんですが、先週ですね、ちょっとご紹介したんですが、この前の高値ですね、ここがですね33,488円で、これを抜くかどうかというのが一つのですね、注目ポイントだったんですが、これを抜くまでにはあと150円ぐらいちょっと足りなかったというですね、非常にいいところまで行ったんですが、抜く目前でですね、下がってきたと、そんな形になっています。で、理想的なことを言えばですね、この勢いで抜いちゃってほしかったんですが、しかしですね、いっぺんにこう抜けるというのも、この発射台がこの結構安いところですから、ちょっとそれは無理があるかなっていうふうにも思えますので、ここで一旦ですね、ちょっと調整してきたのは仕方がないと思います。そしてですね、これ調整はしてきたんですけれども、このですね、ちょうど移動平均線ですね、この移動平均線、これちょうどですね、こちら75日の移動平均線なんですけれども、この75日の移動平均線にタッチするところで、下げがですね、止まってくれればですね、上昇、次のですね、上昇が見やすいと。ですので、ここの、下げがですね、このちょうど75日の移動平均線で止まるのか、あるいはこの太いですね25日移動平均線まで行くのか、ここにですね、来週の収縮のですね、注目点はまずここに来ると思います。でですね、今ちょっと申し上げました、その米中のですね、半導体をめぐるこの対立というのがですね、こう G20 のもう本当2日ぐらい前にですね、ぐわっと出てきました。でですね、もともとアップル社、アメリカのアップル社のですね、製品を中国は買いたくないというのはですね、ずっと言っておりまして、アップル社の購買に対する規制っていうのは中国ではかかっているんですけれども、これをですね、さらに強めるという動きを中国はしてきました。そしてそれに対してですね、アメリカの方もですね、ファーウェイのですね、使っている半導体がおかしい、調査するということをですね、言い始めました。これもですね、もともと中国のですね、こういったスマホであったりいろんな機器というのはですね、 5G 対応が難しいだろうと。それはなぜならアメリカとか西側のですね、技術を使うことができないんだからということを言ってきたんですが、今回ですね、ファーウェイが出しているものがですね、 5G 対応の半導体が入っている、これがなぜだ、おかしいということをですね、アメリカは調査するということを言ってるんですが、いずれにしてもですね、従来のネタの延長線上のですね、ことを言ってます。ものすごく新しいことを言ってるわけではないんですね。ですので、おそらくですね、この G20 を前にしたこう前哨戦としてのですね、お互いのこう牽制なんじゃないかなというふうに思います。でいずれにしてもですね、この土日のですね、 G20 で何があるかというのはちょっと注目されるところですね。でそれによってこの、75日移動平均線で終わるのか、下げが25日移動平均線まで行くのか、これによってですね、若干ですね、来週の見方は変わってきます。もしですね、75日の移動平均線で、調整が止まるのであればですね、次、反発を見せてですね、この前回と言いますか、今週の高値ですね、33,322円かな、ここを抜いてくる。そうするとですね、自然にその前の高値、この水準ですね、33,488円、ここもですね、もう抜いてしまうんじゃないかなと思います。ですので、75日移動平均線で下げが止まればですね、この2つの山というのを、クリアしてくる可能性がある。そうするとですね、9月、ここからの相場付きがですね、非常に強く
強くなってくるということが言えるかなと思います。で一方でですね、25日移動平均線まで行った場合ですね、でこの25日移動平均線まで行ってすぐにですね反発ということであれば、今申し上げたような高値をですね追う動きっていうのは継続すると思います。しかしですね、もしこの25日移動平均線をですね下回って、しまった場合ですね、こう大きくですねここから下回って、例えば、3万2000円をもう切ってくるといったような動きになった場合にはですね、ちょっとですねまだ、すぐには上昇波動に入ってこれないかなというふうな感じになるかなと思います。いずれにしても来週はですねこの75日移動平均線の水準ですね、ここはもう大体3万2500円ぐらいのところをですね、でここのですね25日移動平均線ということになると、3万2200円ぐらいのところ、そしてそのをもし割り込んだ場合にですね、次のこの3万2000円というですねこの心理的な節目、こういったですね、3つの段階のどこで下げが止まるかということがまずは注目されるということになると思います。そしてですね、おそらくいずれかの段階ではですね、反発に入ると思いますので、来週はですね収縮弱いかもしれませんが、やはりですね、来週半ばにかけて3万3000円をまた越してくる、あるいは3万3000円近辺まで戻ってくるといったような動きが想像できるんじゃないかなというふうに思います。今ですね東京市場をめぐるですね動きっていうのは非常にですね需給関係含めていいんですね。で問題はこのアメリカと中国のですね半導体の問題、これがですねこの G20 というイベントを機会にですね再燃してよりなんか強くなってしまう、こういったことがあるとですねちょっと下に行ってしまうんですが、これもですね政治的なことを考えると、今ですね中国もアメリカもですねお互い喧嘩している場合じゃないんですね。こうロシアのウクライナ問題をどういうふうに決着するのか、こここそがメインのですねテーマであってですね、アメリカと中国の問題はその後にですね、ゆっくり解決しようといったような感じにですね、なるんじゃないかなというふうに思いますので、今回はですね一旦下がったとしてもすぐに反発をしてくるんじゃないかなというふうに思います。でその次の高値が、どこまで行ってくれるかっていうのもですね、相場全体、今年の相場全体を占うのにですね非常に大きなポイントになってくるかなと思いますので、意外とですねここの下げ、そしてその後の反発、これはですね今年後半のですね高値をですね占うのに非常に重要なポイントになるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんよくですね、見といてください。でですね来週ですね、この日経平均のですね話はちょっと置いておきまして、半導体ですね、今の中国と、アメリカのですね葛藤がですねまさにですねここから激しくなるであろうこの半導体のですね業界についてですねちょっと詳しくご説明をしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。